皆さん、こんにちは。SEK 元気トレーダーの遠藤です。デイトレの調子は皆さん、いかがでしょうか？今日は前場デイトレ生配信があり、利益確定、特に空売りの方で利益確定された方、ナイストレードということで、利益をしっかりと出していただいたと。で、ちょっと今日トレードされなかったですね、方の方が多かった。様子見主体で終えた方が多かったですけれども、それでもトレードされた方は、やはりプラスということでですね、損、勝、利、大のトレードができたと。で、デイトレード、非常に銘柄選定が重要になっております。銘柄選定に迷われている方、いらっしゃいますでしょうか？我々の方でですね、デイトレ専用銘柄を毎日無料にてお送りしておりますので、まだこちら登録したことがないという方は、下のリンク先クリックしていただいて、今すぐご登録ください。そして受け取ってください。受け取った銘柄、毎日受け取ります。それをやるやらないはもちろん皆さん次第でありますが、しっかりと板、チャート、できるかどうもですね、すべて見ていただいて、チャンスが来た時に入ってください。場合によっては、買い銘柄、過去遡りますと、しっかりとストップ高まで取れる方。空売りであれば、急落前の空売りを狙う。ナイストレードの方が多いという現実があります。参考になればということでお伝えをさせていただきました。さて、今日の内容は、今、こちら、9501東京電力を開けております。TIX ランキング、今5番、1時半となりましたが、TIX ランキング上位10銘柄をチェックしていこうということで、皆さんからいただいた、お問い合わせですね、に答えるべく、こちら5番の TIX ランキング上位銘柄を見ていきましょう。デイトレードに適しているかということも含めてですね、お話しできればと思いますので、最後まで見逃さずご視聴いただけましたら幸いです。では早速見ていきましょう。まず TIX ランキング、変動はありますけれどもね、第1位、9501東京電力、いい形ですね。上昇のトレンドが継続、月足も週足も対極的な目線、長期戦としては非常にいい銘柄となりますが、今日プラス10.7%、さらに今日の高値ですね、今日5倍より5、12時56分、1028円をつけておりますが、またさらにトライに行きそうな動きとなっております。で、板も5桁から6桁入っております。15万株も入ってます。あと13万株、ワンティックあたりですね、予備で刻み値が。ですので、少なくとも数万株、2万株とか3万株入っておりますので、これはデイトレードとしては適切、丸ということになります。その代わりですね、100株200株だと全然利になりませんので、パフォーマンスとしては非常に悪いので、必ず複数単位入るようにしていただければと思います。2つ目、第2位、6526ソシオネクストです。ソシオネクストですね、状態は正直悪かったんですけれども、良くなってきたというところになります。今日はすでに特買ということでストップ高をつけております。今日つけたのがですね、10時55分ですね、こちらソシオネクストストップ高をつけておりますので、6526、4689円、10時55分ですね。その後何度も剥がれましたけれども、ゴマもまた再びストップ高ということになりました。で、この銘柄に関しましては、明日用として見るというのは悪くないですね。対極的な目線も良い状態となっておりますね。今までちょっとですね、理由がありまして、×だったんですけど、だから直近下げてるんですけども、今日からということですね。デイトレードとしては今日ではなく、明日以降ですね、200錠分の数次第になりますけれども、200錠が、例えば数100万株超あれば、明日ギャップアップでスタートすることがほぼ確定となりますけれども、今の段階だと明日普通通り、よりそうですね、通常通りデイトレ戦略ということで、ソシオネクストは今日ではなく翌日用として見ていただければと思います。第3位、7011、三菱重工です。三菱重工業、日経平均採用銘柄。ちょっとこれ崩れてますね。冷やしたと買えないです。この押し目を拾いたいという方もいるかもしれませんけれども、板を見る限りは上がる要素、今5番、反転してますけれども、×ですね。ちょっとリスクが高いということになりますので、この銘柄は明日用としては×として見てください。もし今、リアルタイムでのお伝えもさせていただくのであれば、今も×となります。やらない方がいいです。他にいい銘柄やった方がいいですから。そして第4位、今日の空売り戦略の銘柄となります。7003、第4位、三井 E&S、日経500採用銘柄、旧三井造船ですね。今日0.9%、今現在下げております。昨日の安値をもうすでに切り下げているということになります。これは
いいですね。75日線までの下落も考えられる銘柄となります。まあ、とあるところでこの銘柄2000円ぐらいのところで買いだ買いだと騒いでらっしゃった方もいらっしゃったようですけれども、案の定下げておりますね。理由は明確です。上値が重い銘柄だからですね。だから1億株あった先月2度ありましたよね。1日の出来高が1億株ですよ。以上1億3000万株と1億1000万株ぐらいあったと思います。それを高値をつかませておいてだいぶ逃げられましたよ。だいぶ高値掴んだ人のロスカット入りましたけれども、それでもまだ上値が重い銘柄となりますので、まあ、今日も下げているということになります。昨日も案の定下げた、今日も下げたということになります。これが第4位で、引き続きこれはですね、短期空売り戦略としては丸になります。そして第5位、第5位は5595 QPS 研究所。見ます、皆さん見ました、朝の気配9時前、まあ、特に8時の段階だとストップ安でしたよね。2790円でした。で、今日は安値2834円、11時20分につけております。25日線を、日足の25日線を終値ベースで出した陰線の安値をさらに割ってきたということになります。まあ、今日も上にヒゲの長い陰線で、終わりそうな感じですね。あとまだ1時間ちょっとありますからね。まだわかりません。急に買い戻しが入ることもあります。明日用としてもですね、これはしない方がいいですね。トレード対象外にしていただいた方が良い銘柄となります。そして第6位。4755楽天グループ。日経平均採用銘柄、いわくつきの銘柄となります。この銘柄は対象外ということになります。そして第7位。1470A ソラコン。これは良かったですね。先週までは非常に良かったと。で、今週入ってからですね、上着つけて、その後沈みました。大きく下落。で、未だに高値を掴んでる人が多いということになります。これ数日前動画撮りましたのでね、参考に見ていただければと思います。買いのポイントはじゃあいつ買えばいいのと、買い場全く今ありませんから。昨日も急落。そして今日もマイナス 5% となります。まあ、今日前場ですね、もっと下げてましたよ。1845円まで下げました。10時37分ですね、今日の安値つけております。上値が非常に重いので、やるとしたら空売りとなります。で、今、まだ下げているということで、上蓋がある以上、上げにくい銘柄となります。陽線出しても、今日のように陽線出しても、まだまだ下げる可能性のある銘柄となります。ちょっと明日用としては出さないと思います。どうしてもこの銘柄、空売りしたいという方は、空売りかの銘柄となりますのでね、ここにしていただくのはいいと思います。そして、次。第8位。日経レバですね。1570。私もよくやっておりました。昔からよくやっていた銘柄日経レバ。これはまあデイトレというよりまあスイングで見ていただくのが一番いいかもしれませんが、まあデイでも一応可能となります。ちょっとボラがですね、小さい部分がありますので、無理する必要はない銘柄となります。そして第9位、6857、アドテですね。アドバンテスト日経採用銘柄となります。25日線と75日線の間にありまして、今現在プラス 1.55%。3日連続陰線を出していて、今日は反発という形ですね。しかしながら、そうですね、非常にやりにくい銘柄ですね。赤雲の中に入っている状態、逆転中。買いは×となります。今日上げてますけどね、5番。今日安値つけてから反発していますけど、×。じゃあ、空売りはというと、空売りも、デイトレとして今の状態であれば、今の状態であれば×となります。そして、第10位。今日最後です。7203、トヨタ自動車、日経平均採用銘柄となります。今のチャートの形を見ますと、デイトレとしては、×となります。まあ、長期戦略としてですね、持っている方、まあ、9、3000円ぐらいからですと、まあ、分割してますからね、相当な利益が乗っているということでありますけれども、今からのデイとしては難しいということですね。非常に難しいということになります。今日はプラス 2% 上げておりますが、売りもやりにくい、買いもやりにくい銘柄ということで、だったらデイトレードとしては×というふうに見ていただければと思います。で、このように TIC 数ランキング上位の銘柄であったとしてもですよ、3920社超ある中で、上位の銘柄であったとしても、デイトレードに適している銘柄と、デイトレードに適していない銘柄があるということをご認識いただければと思います。いい銘柄。毎日同じその銘柄がトヨタが毎日いいというわけではないですよね。東京電力が毎日いいというわけではありません。急落もしました。急落して今反転しています。だからその日その日によって変わると
表情も変われば、生き物と一緒だと思ってください。風邪をひく日もある。元気な日もある。そういうことになります。元気な日に我々はやりましょう。ということで、今日の動画はここまでといたします。テック数ランキング、5番のテック数ランキング上位銘柄について、デイトレードに適しているかどうか、どうなのかということをお伝えさせていただきました。この動画が良かった方は、参考になった方は、いいねボタン一度押してください。また、YouTube のコメントなどいただけたらと思います。ご覧になった方、一言で構いません。面白かったとか、面白くなかったでもいいです。いただけたらと思います。そして、翌日用のデイトレ専用銘柄。まだ受け取っていないという方が、もしいらっしゃいましたら、今日初めてご覧になったという方が、もしいらっしゃいましたら、下にリンク先ありますので、こちらをクリックしていただいて、銘柄無料にで受け取ってください。毎日翌営業日用のデイトレ専用銘柄をお送りしております。銘柄選定のぜひ参考にしていただければと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。明日は週末金曜日、無理のないトレード頑張っていきましょう。では失礼します。